じゃあちょっとスマホの方、あ、これはちょっと自分でやってもいいのか、解除したとこかな、ここからね、ですね、イージー接続ですよね、アプリね、アプリを起動します、してグラフですよね、でこれ接続をすればいいんですね、はい、接続で、これ Bluetooth でここで出てくるわけですね、この名前がね、はい、でこうですね。はい、センサーこれ5つあるんですね。はい、今ね、大腸センサーも、はい、これで今ねグルコースとアルカリのね電解液をね上から入れますね。あ、ボタンを押すスタートボタンね。少量でも結構ね発電しますので、これ1ミリリットルで最初テストしてみますね。でぐーんとも上がりますね。これでな今もう700ミリボルト超えてるんですよ、ね。あ、はいはい。一気に来るんですよ、ね。すごいわかりますね。ぐ、うんと。ちょっとあのこっち出てますけど、まあこういうのも機能がありますよって PR してきます、はい、あ。ありがとうございます。そうです、もちろんあと消せますってことも言っていただいて、はい、まあでもほら CSV で撮っちゃうから、あとねデータとして撮らないだけだから。そうですよね。まあ今日はだいぶほらね気圧が低くて。あ、なるほど。雨の日にやってますから。でこういう表示になっていて、あとはフリータイムでずっとこう流していきますね。これが途中でまたガクンと下がるんですか。ええ、あのどんどん下がってますよね。あ、下がってますよね。700ぐらい下がってますよね。ここら辺が燃料電池の難しいところで、燃料っていうのは電池はほら普通のほら乾電池なんかは金属のほら4価傾向っていうの標準酸化電位っていうの、はい、それでほら電子移動を捉えてるんだけど、燃料電池っていうのは金属板はただのほら導体で、はい、ただ燃料を加えていかないとどんどん起こっていっちゃうんですよ。だから燃料電池、逆に言えば金属は消耗しないので、はい、あの燃料さえ入れとけば本体はずっと稼働できるわけですね。消耗しないから、そこが燃料電池がいいところなんですよね。燃料さえ投下すればずっと稼働するっていう。ちょっと今こうやって撮ってもらったので、あとでちょっとデータもらえればいいんですけど、はい、ここで停止をしますね。こんなふうにして停止をして、あとはこれをデータを送信すればいいですね。アクションをして、はい、でメールで送信ですよ、はい、ね、あとで編集するから大丈夫。